結構走りましたよね。なんかわかんないけど、左サイドばっかりなんか。あれ、あ、違う、何もう帰ろうかなと思ってたんですよ。あ、結構みんな残んないんじゃないですか。あの、あれなんです、今日ね、あの、浜のね、結婚式の二次会なんですよ。集中してねー。ふわっとすると取られるよ。あと、あと、本当に2人のセットは多分残る。ラグビーの試合始まるよ。あれですけど、福ちゃんなんかは荷物持ってきてるけど、一緒に帰るって？一緒に帰ります。あ、あいつはあの自分で帰ると思います。おっと、直接行くらしい。いや、逆に彼、一回帰ってシャワー浴びた方がいいんじゃないの？はい、集中して。中村君、人を一人捕まえて、しっかり見て。だって、売り場とか帰るのに、この後、練習試合が。はい、いよいよ攻めるよ。中村君、上がるとこ上がるとこ、いけるよ。で、戻るとこ戻るとこ、頑張って。落ち着かなくね、このシャワー。大丈夫か、マジで。あ、そうだ。しつこく、しつこくでいいよ。お店の前まで俺が車で送ってあげようか。中村君、行け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 。小島さんから送ってもらったって。ナイスだ。めちゃくちゃ、なんかハマにプレッシャーかけてくれたけど、小島さんは別に言われてないから。中村君、抜かれた後頑張って追って。たまにいいことあるから頑張って。今何で？すぐやらせない、ここをすぐやらせない、そう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 。後半まだ何も起きてない。ついて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 、自由にさせなければいいよ。粘って粘って、出してもいいよ、出してもいいよ。粘って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 、逆逆逆逆、もう一回粘って。おー、これ取れないな。いいよいいよ、今の取れない、いいよいいよ。うん、福島で金繰り回さなくなる。そうだね。しかも点取っても喜ばないし。同点。さあ、ここから佐藤君の決勝点がなくなってしまったよ。ではこれでまた勝ち越せば。さあ、ここから、ここから頑張ろう。頑張って。まあ簡単に勝てないよね。もう一点取れるかどうかだね。そうだね。キープするね。ナイスナイス。キープできるとできないで、大違いだから。五ノ井くん上がれ、五ノ井くん上がれ、五ノ井くん、五ノ井くん追いつけない。あれ、追いつけそうに見えたが、ナイスボール。育ったような感じだった。あれ、育て方間違った。自由な感じだよ。え、自由な感じ。絶対親にお小遣い一回もらったら少ないと思います。膝絞って、絞って。
くはないです。ナイスナイス。もらう人もらう人。OK、ナイスだ、うまいよ。これつなぎたいから頑張って。思い切っていけ、思い切って。パスパスパス。あれですけど、切り替え切り替え。切り替え切り替え。切り替え。切り替え。ファールしないよ。粘って粘って粘って粘れる粘る。そうそう、よくやったよ。もう一回逆逆逆。そうそうそう、設定設定設定。キーパーナイスだ。原田くんもナイスだ。素晴らしい。人見て人見て、ボールじゃない、人見て。大きく大きく。逆さん、あー惜しい惜しい惜しいな。26は開けない。26は開けない。フォローフォローフォロー。もらう人もらう人。縦あるよ縦あるよ。スイちゃんそこ。おーおーサンキューここよ。追って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 。そうそうそう、セッテ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 。大きく大きく思い切って。いいよいいよ。はい、今のいいよ。よく頑張ったよ。あ、それはね、ない。紙袋ないけど、テクニックは結構残るんだよね。みんなちょっと、みんな丸くなった。一球一球への執念が。もう試合中怒らない。結婚式が合コンチックになって楽しそうだなと思って。他同士にも来ないですからね。厳しかったし、よく試合中にコーラから注意された。そういうのはもう絶対ない。難しいんだよね。要は高校時代の同級生とか大学で、要はハンマーがさ、粘って粘ってです。ナイス。押されてきて結局もう別れるじゃん。そうそうそう、ずっと長くやってるの。40超えてるんですか。超えてると思う。うん、人見て人見て。別にしてで、で要は高校の仲間っていうので集まってて、でその同級生が大学の友達のところに顔を出して、また俺のところに顔を出して。ないないない、頑張った。頑張れ。大学のところはちょろっと打て打て。まあまあまあ。ゴール前ゴール前。
チャンスですね。お、痛めた？痛いよね。痛いっすね。あ、でもなんとか鉄人だ。オッケーオッケー。うわ、出ろ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 。あ、残念。ちょっとお見合いしちゃったね。まあよくありがちな。どんまーい。取り返そう。ナイスライン。釈然としない。もうこれじゃないけど、まあ、切り替えて一体行こ
疲れてなんかタッチライン越えてしまって疲れてお、おい、あどんまい。え、そうだね、これで5対2だね。1点取ろう、1点取ろう。ここ手間かけさせて、手間かけさせて。中、中来て、中を来て、もっと中へ。つなげ、つなげ。あ、惜しい。今のすごくいいよ。ちょっと下がる。リフェ。まあまあまあ。こっちなんで、まあ単になって。まだあるよ、あるよ、あるよ。四とこ、四とこ。ナイスディフェンス。惜しい。走れ走れ、上がれ、ゴール前。中村くん、中、ゴールの前の方へ、前の方へ。PK？ PK ですね。いやいや。
誰が蹴るかな。もう今の暗黙の了解で稲毛が行くみたいな感じだもん。そうっすね、誰も気向かわない。周りの人弾かれた跡あるから。あれその後その後うん、惜しかったもしもし。PK のリバウンド狙うのってコツがあるんですよ。助走をキッカーと同じ距離だけ取って同じペースで走り始めると、あの助走の距離で同時に、はい、そうですね。細貝が昔テレビで言ってて、今なんか引きを授けた。言えたね。子供に教えようかな。ああ、はい、いいと思います。相手の助走と何かを揃える。キッカーと同じ助走の距離を取って、うん、一緒に走り始めると誰よりも早く近づいて、そうですね、ちょうど蹴る瞬間にエリアの中に入ることができるんです。なるほど。点取られた？
13人程度結構いますね。はい、いますね。じゃあコカが何人かありますか。ここ6人だったから、コカが少なかったらもう3の目です。3回し。